どうか、一命を取り留めていただきたいと、祈っておりましたが、祈りも虚しく、こうした方に接することになってしまったこと、誠に残念であり、言葉もありません。心よりご冥福をお祈りしたいと思います。民主主義の根幹たる選挙が行われている中、安倍総理の命を奪った卑劣な蛮行が行われた、断じて許せるものではなく、最も強い言葉で改めて非難を申し上げます。安倍元総理は憲政史上最長となる8年8ヶ月にわたり内閣総理大臣の重責を担われ、卓越したリーダーシップ、そして実行力によって厳しい内外情勢に直面する我が国を導かれました。